動画をご覧の皆さん、こんにちは。ダークソウル3、アーチャーコスで3周目世界かっこよく攻略。今回も続きをやっていきたいと思います。あとですね、見ていただいた方からもうちょっと赤要素が欲しいという風なご意見いただきましたので、こちらのですね、アルバの鎧にしまして、どうかな、微妙に増えたとしか言えないんだけども、アルバの鎧でこの赤い布ポイントをですね、少しだけ増やしてみました。こりゃまたとんでもないマスターに引き当てられたものだ。やれやれ、これは貧乏くじを引いたかな。ということで、ダクソ界のリンちゃんことカボタンに、契約を誓ったところでですね、ロスリックの攻撃向かっていきたいと思います。どこだ、ここは。なんだ、あれは万能の願望機聖杯。はい、ふざけたこと言ってないでね、先進みましょうか。ロスリックの攻撃。やっぱかっこいいな。ボンファイアライト。では先に進みましょう。あ、その前にですね、今回はこちら、ダークソードをですね、メインで使っていきたいと思います。まあ本当はね、黒い剣の方はアーチャー左手に持ってるんですけども、まあその辺はゲームのシステム上ね、攻撃がほとんどできなくなっちゃうのでお許しください。でアイテム回収なんですが、周回によって増えたアイテムとかだけですね、取っていくようにしていきますので、その辺ご了承くださいませ。では階段登って、ドラキュラで、こいつらを完璧なムーブでかわしつつ、オープン、そして焼き払い。あすごいキモい声でした。よし、ここのミミックもね、中身変わらないんでスルーします。よし、オープン、ザク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 。あ、格の違いを教えてやろう。格の違い、さあ、まあとりあえず上のかがり火つけましょうか。格の違い、ちょっと食らってるし。これが格の違い。ちょっと外さないで、そこ格の違いですよ。格の違い、バッチリだったね今のタイミング。ボンファイアリット。じゃあまあサクサクっとこの辺は無視しつつ行きましょうか。ここは飛び降りつつ一緒に行くことで落下地面を取れます。上からなんか降ってくるんで倒して、であそこの一匹が人の海になるので、今回はちょっと宝具を使いましょうか。やはりね、化け物にはね宝具でしょうよ。でこちらまで来たら逆側に来ます。ギビエーブランデラーンで尻尾ができたら強攻撃、弱攻撃、弱攻撃。でこれレビットとか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 じゃとかとか、いらなくてもなぜかやってしまう。そう、ひとかみのビアプラス1、あちらが、黒火炎壺なのでいらないので無視します。ザッザッ、ちょっと移動すれば弓はかわせる。わーいわー、あ、よし来たな。格の違い教えてよ。でまあ大盾持ってるやつに対してはね、両手持ってた方が楽ちんです。格の違い、パリすることもなく終わってしまった。なんかレビ、あ、そう、さあこのまま行って核の違い、
あのワンちゃんもかっこよく倒して先へ進みます。お尻ポン、あのワンちゃんをかっこよく倒します。かっこよくワンワン、よしと、ローの鍵で、ここにジャガンプラニが落ちてます。で、これはエストのかけらなのでいらないし、あそこもくさびしのかけらなのでまあいりません。どっちやけどね。いやー、いるよ天使、いるよ天使。どうしたどうした、おう天使、コンタクト落とした、コンタクト落とした。ここで飛び降りつつ後ろに振り向きながら落下地面で、ここにいるときはここから上がれます。よいしょ、おデブちゃんもあそこから上がってくるんで、あ、おデブ、あ、来た、掘り放題。あー、大きいお尻が。ノコレビ、もう一つノコレビ。あそこのレイピアはいらないんで取りません。じゃあ先にショートカットを開けましょうか。バチン、そう、あれは犠牲の指輪なんでいりません。楽しそうだなお前ら。よし、じゃあショートカット開けましょうか。ちょっと色黒すぎませんか、ちょっと返り血で。よいしょ、グレアクいらない、使わない、使えない。あ、ワンちゃんいたいたいた。おうち、ダーただの一度の勝利もなく、ただの一度の敗走もない。いや、今負けてたか。な、変な動きすな。ちょ、弓。よし、アーチャー。ええ。私はアーチャー。お尻。格の違い。格の違い。おっ、格の違い。で、これルッツェルなんでいりません。四天王最後の砦、赤目先生。さあやろうぜ。うちぜ、格の違い。発撃派で熟練の奇跡。あ、ロスリキの剣出ましたね。よし、おばあちゃんに話しかけて召喚器をもらいましょう。先に。ああ、The wait has been long. I'm going to be
of the Lord's house in the air, they have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. ロスリックの召喚機。これをまさか、お前達人。お前絶対呼ばねえからな、お前。まあもうアイアスのパリ苦労させやがっても絶対呼ばねえ。どうも。それでは軍の戦に使う武装を紹介していきたいと思います。まずはじめに今回のメイン武器ですね、熟練のダークソードプラス10オーニックスブレード、ベオウルフというキャラクターが出した宝具、フルンディングですね。こちらはアーチャーが複製したという手で使っていきます。そしてみんな大好きミルートの追い目プラス5。最後にアーチャーは元来私は魔術師なのだということでですね、今回は魔術も使っていきます。結晶の精輪プラス4、奇跡と魔法を使っていきたいので、今回は精輪にしましたと。で指輪ですね、オイル誘引の指輪と太陽の調子の指輪で、威力を底上げ、さらに闇の騎士の指輪をつけてオニクスブレードの火力も上げてます。で最後に赤い累積の指輪ですね。で今回ですね、この重要系の指輪がつけれなかったので、ひもり目の腕体、そして黒の足甲で、重量制限をですねギリギリ 70% にして中ロリをなんとか確保しています。それではボルド戦行ってみましょう。まずはじめに奴の右手首に戦技をぶち込む。すぐさま雷の輪に切り替え両手持ち、奴の攻撃をかわします。かわしたら戦技強攻撃を当て、よいしょ、オニクスブレイドに持ち替えます。黒煙を回って強攻撃最大ため、そしてここからヤツの攻撃をかわしきる。3回かわしたらヤツはもうブレスを吐くしかない。ここで最後ルーキーです。眠れボルト。ボンファイアル。はい、ということで今回の動画はここまで。次回お楽しみに。それでは良い子は寝る時間、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバーイ。